世界で F-35B ステルス戦闘機の需要が高まっています。今回は、韓国海軍肝煎り計画、CXV 計画を詳しく見ていきます。ムン・ジェイン政権以降、日韓関係は最悪の状況で、これは自衛隊と韓国軍でも同じことです。日本人は、レーダー照射事件以来、本気で呆れていますし、潜水艦や軽空母建造でも、動かないや4がするは、信頼はありません。韓国の文政権は、同国海軍に軽空母を配備する構想を CVX 計画として推進していたが、野党からの反発によって、2022年度の準備に要する予算を抑制させられる状態に追い込まれており、その行方が注目されていた。2021年12月に入り、この向かい風に見舞われた議会の状況を、多数派である、文政権が再び覆し、一時は、次の政権に持ち越される可能性もあった、韓国の CVX 計画は、なんとかリスタートを切ることに成功した模様だ。韓国では、今後2022年に、まず、この CVX 計画の艦艇の基本設計を行う事業者の選定を入札で実施することとなり、その発注を受けた事業者案に、CVX 計画が確定するため、次の注目は、この入札に、結果に向けられている。これまで、CVX 計画は、第一段階の概念設計を、ヒュンダイ重工業者が受注しており、同社は、イギリス海軍の最新鋭航空母艦クイーンエリザベス級の製造に携わった、バブコックインターナショナル社の協力を得ている状態だ。今年2021年6月に、韓国のプサンで開催された、主として、海軍兵器の展示会の、マデクス2021では、ヒュンダイ重工業者とバブコックインターナショナル社の連合は、艦首中央先端に、スキージャンプ式の発艦機構を備えた艦の模型を提示していた。このモデルは、第一段階の概念設計をさらに飛躍させた内容だと見られており、全長の延伸、飛行甲板部分の面積の拡大などが施されたもので、軽空母と言いつつ、艦尾には、水上、及び水中用無人機を、収容可能な機構も採用している。そうした概念設計から伺えるのは、韓国において、この CVX 計画が浮上した際に、排水量は3万トン級の軽空母と報じられており、ヒュンダイ重工業者もこれを踏襲してはいるが、実際には満載排水量なら4万5千トン級にも達しそうな点だ。このヒュンダイ重工業者の対抗馬として基本設計を行う事業者の選定入札に名乗りを上げているのはテウ造船海洋社であり、こちらはイタリア海軍の強襲揚陸艦トリエステを建造したフィンカンティエリ社の技術支援を仰いでいる。そのため、マデクス2021でテウ造船海洋社が提示した CVX 案は、ヒュンダイ重工業者社のものよりも若干コンパクトな艦体ではあるものの、本家のトリエステの満載排水量約3万2000トンよりも大きい4万5000トン級を標榜していた。こちらのテウ造船海洋社の CVX 案では、オリジナルのトリエステ同様に、スキージャンプ式の発艦装置は施されておらず、その代わりに、艦体の右舷に、昇降用のエレベーターを集中配置し、艦載機の離着陸効率を高めたと説明されている。ちなみに、イタリア海軍のトリエステは、基準排水量約2万6000トン、満載排水量約3万2000トン、全長245メートル、全幅47メートルの艦隊で、最大時には F-35 ライトニング2B 型を8機、比較種ヘリを9機艦載可能とされている。このため、艦載機からヘリを外し、すべてを F-35 ライトニング 2B 型にした場合でも、
20基の収容は困難だと見られており、ここから排水量を増加させることで、デウ造船海洋社の CVX-1 が、どれだけの収容力を確保できるのかが注目点だと言えよう。ちなみに、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦は、基準排水量4万5千トン、満載排水量6万7669トン、全長284メートル、全幅73メートルで、最大時には、F-35 ライトニング 2B 型と各種ヘリを、合計48機搭載可能と、さすがに中型空母にふさわしい規模を誇る。現在、航空母艦化改修が段階的に進められている日本の海上自衛隊の護衛艦、いずも、や、加賀、は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長248メートル、全幅38メートルで、F-35 ライトニング 2B 型は、最大10機程度の収容に止まるとみられる。これと比較した場合には、韓国海軍の CVX 計画の艦艇は、現時点で推測される規模感からすれば、はるかに大型となる公算が大きいが、確か、韓国が F-35 ライトニング 2B 型の調達に割いた予算は、まず同期20機分であり、予算上の余力は少ないようだ。さて、韓国海軍の CVX 計画では、現時点で、ヒュンダイ重工業社とバブコックインターナショナル社の案でも、デウ造船海洋社とフィンカンティエリ社の案でも、艦橋部分は2つに分割され、右舷中央部より、後方に設置されている点は共通している。その点を踏まえたものなのか、2021年11月以降に、韓国海軍は、CG による、将来的な空母打撃群をイメージする画像を複数公開しており、その中核に据えられた、CVX 計画の艦艇の姿は、2つのアイランド環境を有するものとして描かれている。確認できただけで、こうした CG 画像は、2021年12月時点で2本が存在する模様だが、いずれにせよ、今回、ようやく、政治的に計画再開にこぎつけた CVX 計画について、広く、韓国国民に、その有用性をアピールする目的で制作されたものなのだろう。二つの CG 動画ともに CVX 計画で建造されるであろう軽空母を囲んで、今風のステルス形状をまとった駆逐艦やフリゲート艦等の水上戦闘艦や補給艦、先頭には2隻の潜水艦が航行し、頭上には各種ヘリや F-35 ライトニング2が飛行する様子が描写されている。いずれも5分程度の短い CG 動画ではあるが、現在様々なゲームや映画などで目にするリアルな艦艇の描かれ方と比較すれば、正直お世辞にも出来の良い映像だとは言えない。どこか低予算で無理やり作成した感は否めないように見える。この CG 動画に登場する CVX 計画の艦艇は、ご丁寧に全部の環境にそれを示す CVX の文字がペイントされているが、個人的に注目点だと感じられたのは、その艦艇は、艦首部には、スキージャンプ式の発艦装置は、備えていない部分だ。これには、大きな意味はないのかもしれないが、額面通りに受け取れば、そのイメージは、デウ造船海洋社とフィンカンティエリ社の案に近いもののように思え、本命視されている、ヒュンダイ重工業社とバブコックインターナショナル社の案とは異なる。まあ、あくまで暫定的なイメージの訴求を目的としたものであり、そこまで深い意味はないのだろうが、運用する立場の韓国海軍側としてみれば、
デウ造船海洋社とフィンカンティエリ社の案の方を現実的と考えているのかもと邪推してしまう。先ほどは、これらの CG 画像は、決して、出来が良くないとは評したが、その中で似合って、個人的に、最もリアルに見えたのは、F-35 ライトニング 2B 型の地上滑走路からの離陸や、CVX 艦艇への着艦、エレベータでの昇降を描いた部分だ。これは、すでに、現実の F-35 ライトニング 2B 型の離発着シーンが実写で、豊富に存在しているゆえなのかもしれないが、機体そのものの質感や、離着陸の様子だけは、普通に鑑賞に応えうるレベルだと、感想を持った。そうした中で、この F-35 ライトニング 2B 型が、敵の陸上のレーダー施設と、おぼしき目標に対し、空対空ミサイルを発射して、これを、見事に破壊に成功する様子が描写されているが、まるで有刺海戦闘のように、至近距離に描かれている。そのリアリティのなさは、あえて言及すべきポイントではないのだろうが、対地攻撃を F-35 ライトニング 2B 型が敢行するシーンを堂々と描ける点は、敵地攻撃能力の獲得は憲法違反だと、糾弾される日本との違いを感じずにはいられない。